サブチャンネルです。サブチャンネル、いや、いいね、ここ。ここいいよね。まぁ、ちょっとまだ日がね、高いっちゃ高いけど、え、ここ、最高。ちょっとね、もうちょっと落ちてくると最高、日が。え、夕方とかってこと？夕方のここはちょうど良くなって、いや、最高だよね。え、冬とかはきついんかな。冬どうなるんだろうね。まあ、冬経験してないか分かんないけど、夏はもうこれ以上ないね。で、プールあるわけでしょ。まあね、まあ、人間がね、入るには毎日掃除しないとあれだけど。あ、確かに。プールは、まあ、用意しようと思うなら全然プールも用意できて。まあ、気づけば8月ですけども、8月もね、半ばになる、半ばになろうとしてますけども、はい。まあ、今日もゆったりね、サブちゃん撮れたらいいなということで、はい、ちょっとうちの家に、うん、まあ、うちの家に、まあ、事務所の人が多分持ってきてくれてて、うん、で、まあ、トミーと話してたんですけど、はい、まあ、まだ開封してなかったやつがありまして、はい、こちら持ってまいりました。皆さん知ってますか？ R コーヒーボトル、ヨウくんね。ヨウくんがその、はい、やってるカフェの、そう、コーヒーですね、はい。これが、多分これギフティングみたいな感じで送ってくれたのよ。はい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 。で、ちょっと一緒に今日飲んでいこうかなと思って、はいはいはい、まあ、せっかくいただいたし、普通に味が気になるっていうところで開けていきましょうか。いや、すごいよね、普通に、うん、20万本売れてるらしいです。すごいな。ほんと？20万本ってことはもう20万本。いや、りょうくん、あの感じで一番やってるな。いや、でもね、その東海がそのかなり有名になってる時、普通に仕事してたぐらいのね、馬力を。いや、そうだね。まあ、りょうくんは監修するボトルコーヒーで、うん、7月26日よりセブンイレブン店舗約1400店で、すごっ、東海地区だね。ああ、なるほど。販売をしているらしいです。へぇ、じゃあネットとかで 買ったら全国で手に入るってことなのかな。まあ、ちょっとりょうくんのこちゃんとか見に行ってみてください。はい、あのセブンに置かれることなんてあるってやつ。そうね。トミーもだって最近なんかコーヒー飲んでる。あ、コーヒー飲んでますね。昔なんか絶対飲まないイメージあった。確かに確かに。コーヒーメーカー買ったんで。あ、そういうことだ。うわ、すごいたくさん入ってる。した。たくさん入ってるな。あ、これはすごいわ。動画撮り出したら急に風強くなって。風やめて。いや、俺も結構コーヒー飲むのよ。あ、そうなんだ。うん。まあ、でも確かにこういうの飲んでる気がするわ。そう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 。いつぐらいからかわかんないけど、ある時、あ、でももう YouTube 始めて3年目ぐらいで、うんうん、あの編集室の上の自販にあるのがコーヒーしかなかったね、ほとんど。へえ。エナジードリンクなくて。うんうんうん。で、缶コーヒー結構飲むようになったとこから、はい、割とコーヒー飲むんで。へえ。え、いいですか、僕も。もちろんです、もちろんです。2人に届いてるか。うわ、かっこいいな。R コーヒー。R コーヒー。ブラックと？ブラックなんだよね、俺いつも飲むの。あ、マジで？うん。あの、普通にカフェインを純粋に、そう、だからそのエナジードリンクの代わりに飲んでるから。あ、そういうことね。だから水溜りの水筒に入れてってるよ、いつも。あ、そうなんだ。そう、水溜りの水筒に自分で入れたコーヒー入れて。へえ、いいね。ちょっとじゃあ俺こっち飲もうかな。はい、いただきまーす。いや、めちゃくちゃうまいんかい。めちゃくちゃうまいんかい。あー、いい、おいしい、飲みやす。うわー、おいしい。風だけはすごい。ブラックとは思えないぐらい甘い。風強い。風強い。いや、でも家がこう揺れてる。なんかね、初めて人工芝がなびいてんの見たわ。なんか CM である飲んだ瞬間にブワーって風吹くやつかと思った。なんかね、すごい勢いでなんか一気になんかがね、香ったみたいな、爽快感がみたいな感じだけど、普通に風で、風でちょっと喋りづらい、うん、たまにあるけどね、そういうのもガチでその場で風を起こしてやってるとか。俺らもそうなんじゃない。いや、違うの、普通に風強い中で撮って。いや、美味しいわ。美味しい。え、甘いの、あんま。うん、これもいいよ。いや、甘いのはなんか美味しくなりやすいんかなと思ってこっち飲んだけど、こっちがめっちゃ甘い時点で甘いの美味しいの確定やん。
もうこれが一番うまい、これ一番うまいわ。あー、こういう感じね。いや、普段全然コーヒー飲まなくてもこれは飲める。あ、それは余裕、うん、だってみんな牛乳飲んで育ってんだから。これはちょっとブラックはそんなにだって。え、もうブラックがそんなにじゃん、その人は。俺ブラック無理だわ。いや、ブラックが無理なのよ、それは。リオくん送る人間違えてるわ。いや、ブラックが…いやいや、でもじゃあ俺じゃあブラックもらうからでいいよ。ほんと？俺こっちだわ。いや、こっちの方がそれはうまいわ。それはうまい。そうだよね。でもこっち飲んで頑張ろうってやるのであればこっちなんじゃない。美味しい、最高これ。結構こんなに飲みやすいブラックコーヒーあんまないけど、それで言うと。ほんと？え、いつもブラックを自分で作って引いてるってこと？そう、米、あ、米じゃない、豆から。え、豆からやってんだ。豆からやってるけど、なんかやっぱちょっと我慢して飲んでるよ。えって、やっぱそのブラックってさ、ちょっとやっぱ、うん、あ、分かる分かる分かる、飲みづらさあるじゃん。うん、それがないです。あ、そうね、商品化されてるだけあって、すごい飲みやすい。嬉しいね、こう東海とは。まあ友達みたいなもんだからさ、うん、いや友達がコーヒーをさ、うん、コンビニに出してる時代よ。すごっ、友達、友達えぐ。道路工事してたんじゃないんだっけ、りょうくんって。だからその建築系のね、建築系してたんじゃないんだっけ。急にそんなおしゃれになった。いや、すごいわ、めっちゃ美味しいこれ。ほんででもいいな、俺なんか普通に、うん、ここにゆったりしてるとかしたいかもしれない。ここもうちょっとあと1時間ぐらいしたらめっちゃいいよ。風強いね、今日ね。今日風すごい。いや、いいな夏。どう、夏は感じてる？まあ、YouTube の夏は感じつつ。そうね、今年、まあ、ここでねにいることも多いから、やっぱ焼けたよね、俺誰よりも早く。確かに。そう、裏で無人島行ってる。いやいや、ここ行ってる。ここに来てる。前聞いて衝撃だったさ、うん、夜ここで寝ることもあるみたいなやつ。あ、今はね、やっぱ暑すぎて、あ、もうないんだ。でも夜ここに結構いんの。5月とここで寝たことある。ここでいいやっつって、ここで寝ちゃったこと。寝よ。え、こうやって嫌そうに、嫌、ちょっと嫌そうに寝てるな。いや、もう降りんのめんどくさいけど寝よ。いや、それ結構変わってるって。朝眩しい。いや、いいな。まあ、言ったらドッグランみたいなもんだもんね。いや、ポテトはもうこれ以上ない幸せだろうね。いや、そうだね。もう普通に散歩するよりも全然こっちの方が好きそう。あ、マジで？ノーリードだから。確かに。え、この辺も散歩してんの？俺散歩してますよ。でももうこっちの方がもう、あ、もちろん散歩はあの縄張りの関係で行くけど、あの、ここに毎日そのあるじゃん、毎日さ、おしっこしなきゃ気が済まない。一回ポテトの散歩だってしたじゃん、うん、前のトミーんちで、うん、なんかポテトがここで毎回おしっこすんだよねみたいなのあんの。本当に申し訳ございませんでした。すみません、止まってました。え、何時間しか暑すぎたからめちゃくちゃ喋ってたのに。なんで初めてじゃない？初めて、日焼けが、多分外、上が暑かったからだね。しかも眩しすぎて画面がついてるの全然見えなかったから。そうなんですよ、喋ってた。何が話されてたのか今、あんま分かってない。どこまで使われたのか分かんなかったんですけど、最後、着地サウナだったんですけど。そう、でも多分サウナの話、俺したいこと一個あんない。でも、サウナのまでの流れが多分一個も多分入ってないと思う。で、どこまで入ってたの？ちょっとじゃあ、要約して。どこから要約なんだろうね。だからまあ、りょうくんのやつ開けますした、で、コーヒーブラック飲む、ブラック飲む、美味しい、うん、ミルクの方飲む、美味しい、うん、風ブラック俺無理、うん、じゃあ俺ブラック担当します、うん、やっぱりょうくんってすごいよね。で、サウナりょうくん家にあるから。いや、違う、絶対その間にワンちゃんとかいろいろあったって。風強いな。風強いな。飲んだ瞬間に風邪きました。そこはだって映ってるよね。それは大丈夫だよね。で、なんかここいいなぁ、ここいいなぁ、夜まだ寝てるみたいな。あ、そうで、ポテトとかどうし
やっぱここ好きなんだよね。で、まあ、ワンちゃん買う買わないよ、カンタが買おう、デューデルがどうちゃらみたいな話して、買うわけねえだろ俺が犬好きじゃないみたいになって印象悪い、批判殺到になるだろみたいなのあって、サウナサウナな、上になんか建てよう、うん、ヒカキンさんの銅像をこう、うん、なんかサウナ、サウナ取り留めのない話してるなまとめようがないね、要点がない話してたわトミーが上にサウナ作るんだったら出資しますっていう、うん、あ、そのでっかいサウナとかね、そうそう、今そうサウナさ、え、これ見たらさ欲しくなっちゃうと思うよな、サウナが。いや俺家にサウナ欲しい、だから家に俺風呂欲しいのよな。風呂いっぱいあるよ。いや、うちんちの風呂あれ良くない風呂なのよ。それは分かんないけどさ、いやすごい印象悪いよ、いっぱい風呂持ってるのにそんなこと言ったらさ印象良くないって。いや、プールについてる風呂なのよあれ。いや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 、それはだってお前そんなタイルとかもうすごいし、なんか、いやでもそれはさ暗いし、なんか、いやでもさ、あのお風呂でもいいなって思う人はいっぱい、いやいや、いいなと思うよ、いるでしょ。でも俺もそうだったんで、ユニットバスとか全然大賛成だったけど、うんうん、無理になっちゃったのよ。前の家がすげえ良かったんだよな。あーそこ、あれ良かったっけ。いやあれで良かったの俺、あれでいいんだ。でも今の方がやばいからね。あ、そうなんだ。別に変わんなくない、そんなに。いや、トイレと一緒なのよ。いやいやいや、トイレと一緒だって別に空間が一緒なだけで、別にトイレの中でしてる。違うね、こうお風呂入って、あー今日も頑張った、よかったね、そうだよね、いやいやって言ってんのが便器なの。いやいや、誰に言ってたんだ今までは。いや、それはもう今までなかったのよ、うん、その便器にシャワーの時の椅子、オケとかに、うん、が目線にいたんだけど、うん、便器があるのよ。もうでも俺はその前の前の家はそうだったからね、トイレがあったからね、横に風呂があって、うん、便器こうでしょ、こうでしょ、うんうんうん、俺風呂があって便器こうだからね。あー、もう横にね、めっちゃついてるみたいなね。顔にちょっとついてるから、ね、いや、ついてないだろ、どんな体勢で風呂入ってんですよ普通。なんか結構1日5回ぐらい風呂入ってたけど、もう1になりました。え、あの時めっちゃすぐ風呂入ってたじゃん。風呂しか入ってない。風呂嫌いになったの。風呂嫌いになったの俺が。え、だいぶでしょそれ。だいぶだね。俺の多分人生の幸せの中の一つだからね、風呂いっぱい入るって。風呂入って、風呂上がって、風呂入ってたもん上がるなよ、タオルで拭いて、刻むなよ、風呂入ってた。風呂を刻むなよ。この丸型のそれ何、サウナ。サウナやばっ。ちょっと見ていいですか、バレルサウナやばいでしょこれ。えぐいな、これいくらすんの。やばいでしょ。やばいと思う。し、多分ガチのやつだから、あの固定費もかかるぞ。やばいわ、やばいでしょ。200万ぐらいするわ。そう、あ、それ2人も入れんだ。あ、それすごいわ。え、誰が買えるの。はじめさんしか買えないんだそれ。ヒノキで作ってて、みたいな。いいなぁ、いいなこれ。こないだだから慎太郎とヨヘと俺、うんうん、銭湯行って。あ、言ってたね。そう、で、いぶきは結構サウナ行くらしいんだけど、うん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 、ヨヘサウナ行かないっすって言うから、うん、いやじゃあ整うっていうのを教えてあげるよって、はいはいはい、で、なんかさ、やっぱさサウナのスタートってみんなちょっとだるそうにする。あー、わかるわかる。なんか、いや、冷たいし、なんか暑いの、なんでそんなするんすか。どっちも嫌じゃんみたいなね。そう、で、まあもちろん喋れないから、うん、まあ、みんな黙々と3人でこうさ、やってて、で、ヨヘがなんか、いや、あの僕整うとかわかんないんで、なんかちょっとあれだったら先抜けちゃいますみたいな。俺ら3、4回やろうみたいなやつだから、うんうん、普通に1回終わって、で2回目もヨヘついてきて、で3回目って、でヨヘなんかすごい気持ちよさそうにしてるから、あ、いいな、ハマったな、ハマった、整ってるなって思って、うん、3、4分だったらさ、よしもう1回サウナ行くかって時に、こうなって寝てんの。お、え、一番寝なくね、サウナ中が整う先に行っちゃってて、あいつだけ決まったのか。決まっちゃってたのよ露天風呂とか作れんのかな。でも無理か。まあその入れるシーンだったらいけんのね、というかその蛇口からあれ引いてとかだったらいけんのね。いや、あの家はもうダメだ。え、いいでしょ、だって風呂なんかあんの、3つある風呂。いや、一番下のところはもう
本当何もできないところだから。いやでもあるよ。あ、浴槽ないし、シャワーあってトイレがあるだけだから、うん、トイレがない。うん、シャワーあるよ、上から。いやでもシャワーあるけどトイレあるから、うん、トイレなのに。でも上も全部トイレあるよ。トイレしかないの。トイレ3つあるよ。で、まあ近くの銭湯行ってももう本当に50度ぐらいある銭湯だから入れない。え、どういうこと？50度ぐらい銭湯ある。俺、銭湯近くにあるお湯があってことは前言ってたんですよ、やっぱ入れないまま帰ったことあるから。暑くてうわって銭湯のお金払って裸になって、おじいちゃんが3人ぐらい入っててこう行って、あっつってなって、あれ今日体冷えてんのかな、うんうん、シャワーたまにあるよね。やってこう足入れて、あー火傷すんなって、うん、そこのヘリにこう座って少しずつ行こうって思ったんだけど、怪我してる時のやつね。そう、少しずつ行こう、でもこれ暑いな、うん、腹立ってきて、でも行こうって思ってももう体真っ赤になるから入らずに帰った。え、おじいちゃんたちは入ってるんでしょ。感じてないんだ。あー、温度感じないタイプの人いるんだ。いや、もう本当に俺結構いろんな銭湯行ったけど、うちの近くこんな暑い。へえー。笑ったもん。俺何しに来たんだろう今日。暑すぎだろ。